どうもお待たせしました。よろしくお願いします。それでは高田から定例会見を始めます。まずはじめに3点ご報告をさせていただきたいと思います。1点目は福建省訪問であります。さらに10月10日から13日までの4日間にわたり、長崎県福建省友好憲章締結35周年を記念いたしまして、八重木町をはじめ県議会議員の皆様方、関係市長の皆様、経済界をはじめ県内各界各層の関係の皆様方とともに福建省を訪問してまいりました。今回の訪問では長崎県と福建省の共催により名宗17世紀に活躍された隠元禅師の功績を称える日中大幕文化交流大会を開催いたしました。隠元禅師が日本にもたらされた大幕文化が今もなお長崎はもとより日本国内の生活の中にしっかりとこう根付いているということを福建省の皆様方にもしっかりご説明をし PR してきたところであります。この交流大会の開催前には中国人民政治協商会議福建省の委員会の李光副主席とお会いをいたしまして、こうした隠元禅師あるいは大幕文化の専門家による研究や情報発信などに協力して取り組んでいこうということで合意をいたしたところであります。今後さらに福建省と連携を深めながら情報発信研究に力を注いでいきたいと考えております。それからまた合わせて県産品商談会を開催いたしました。福建省の食品卸売業者、飲食店、小売業者の方々など100名を超える皆様方にご参加をいただき、具体的な商談の話も出ていたところであります。引き続き県産品の販路拡大に力を注いでいきたいと思っております。それから福建省の政府機関の訪問では、ちょうど中国では共産党大会を控えた時期でありまして、省庁初期とも北京に行かなければいけないということで、お会いしたのは李徳金副省長でありました。会見ではこれからも相互に発展を促進するため海洋分野の協力、観光、環境、文化などそういった分野でのさらなる交流と協力を重ねていこうという提案がありまして、私も全く同感でありましたので、今後具体的な協議を進めて、実効性のある形で、プロジェクトを進めていきたいというお話を申し上げたところであります。またせっかくの機会でありましたので、長崎で留学生活あるいは研修生としての生活を送られて中国で活躍をされている OB の皆様方との交流会を開催いたしました。いずれも長崎県をしっかり応援していきたいという大変心強いお話をいただいたところであります。今後ともこうした福建省との絆を大切にしながら、さらに両地域の発展のために努力してまいりたいと考えております。それから2点目のご報告でありますが、去る9月30日と10月1日の2日間、高円宮妃殿下のご臨席を賜り、佐世保市のアルカス佐世保において住まいに対する意識の向上とゆとりある住生活の実現に向けた啓発行事としてスーパーハウジングフェア in 佐世保が開催されました。このフェアに合わせて同時に県の立場としては2017長崎県住宅フェア in 佐世保を開催したところでありまして、
このフェアには県内外から約4000名の方々の参加をいただきました。獣医師の向上、ゆとりある獣生活の実現に功績のあった方々の表彰等も行われたところであり、会場では住まいに関する全国の先進事例などの紹介なども行われまして、これからの住まいづくりに役立つ情報の提供がなされたところであります。県では市長あるいは住宅関係団体の皆様方と連携をしながら、今後とも住宅フェアなどのイベントを通して県民の皆様方の獣意識の向上、特に未来を担う子どもたちのものづくりへの興味を持っていただけるような情報や体験の機会を提供してまいりたいと考えております。それからもう一点ご報告をさせていただきます。全国お茶祭りについての話であります。去る9月5日から8日にかけて開催されました第71回全国茶品評会において、東園木町の長崎玉緑茶が無脂性玉緑茶の部門で産地賞を受賞いたしました。今日はその長崎玉緑茶を水出しでご用意をさせていただいております。ご賞味をいただければと思います。本県で生産されておりますお茶は主にこの無脂性玉緑茶というものでありまして、本県のほか佐賀県、熊本県などで生産されておりますけれども、緑茶全体の生産量のうち 3% 程度のシェアを占めるということで、希少なお茶となっているところであります。外観をご覧いただくと、勾玉状の丸みを帯びておりまして、県内生産量が最も多い煎茶と比べて、入れたお茶の色が明るいということ、非常にまろやかで渋みが少ない味わいが特徴となっていると言われております。今回の全国茶品評会では無脂性玉緑茶の部門において東園木町の尾上和彦さんが栄えある一等賞一席農林水産大臣賞を獲得されました。合わせて成績優秀な 市や町村に対して褒章される産地賞においても東園木町が1位、佐世保市が2位を獲得し、日本一の栄冠に輝いたところであります。今後は11月11日に本県で初めての開催となります第71回全国お茶祭り長崎大会が佐世保市で開催されますが、その関連行事として日本茶を楽しむイベントが10月19日から21日にかけて長崎市のベルナード観光通りで、続いて11月11日から12日にかけて佐世保市の新港暫定広場などで開催が計画されております。イベントでは日本一の栄冠に輝いたこの長崎玉緑茶や全国各地のお茶を召し上がっていただくようなおもてなしを行いますとともに、陶磁器などお茶と関係の深い業種とのコラボレーション、そしてまた高校生が長崎玉緑茶を使用して開発した新たな商品のお披露目販売などさまざまな催しを計画しておりますので、県内外の皆様方の積極的なご来場をお待ち申し上げている次第であります。今後とも県といたしましては長崎玉緑茶の認知度向上と消費拡大に力を注いでいきたいと考えております。以上3点、まず私の方からご報告をさせていただきました。あとはどうぞよろしくお願いいたします。長崎新聞の久保です。衆院選についてなんですけども、衆院選での、知事のどの政党を支持するかとか応援するかとか、そういうスタンスについてお伺いできればっていうのと、実際中国の出張もあったかと思うんですが、具体的に残りの期間ですね、演説したりそういうご予定とかあられるのかお伺いしています。
知事たる職責には二面性があるとこう考えておりまして、まあ、行政事務のトップとしての立場、そしてまた一政治家としての立場があろうかと考えております。政治家としての私の立場はこれまでもたびたび申し上げてまいりましたように、私を非常に困難な時代から支えていただいたのは自民党公明党の方々でありまして、今もそうした方々に支えていただいております。一方行政機関の長としての立場としては、やはり行政を進めるためには公平公正な姿勢が必要であるとこう考えておりまして、引き続き幅広い県民の皆様方のご理解とご協力をいただいて、県政の発展を目指す必要があるものとこう考えているところでありまして、まあ、現段階では事務所の開所式等についてはこれまで県政にさまざまな形でお力添えをいただいた国会議員の皆様方ご案内もいただいておりましたので、できる限り出席をさせていただきました。これからのことについてはまだお話を頂戴しておりませんので、その段階で検討させていただきたいと思っております。関連したと言っていいんですけど、まあ、今回衆院選があった中で新しいことがは希望の党の出現っていうのがあるんですけど、率直に希望の党についてどんなふうな印象をお持ちですか？まあ、そうですね、政治家の皆様方はそれぞれの政治に対する理念、政治信条のもとに活動をされているとこう思っておりまして、そういった中で一つ同じ思いを持たれた方々が一つの政党として、立ち上げられたものだと思っておりますが、まあ、ここの政党に対する私の考え方なりというのはこの場では控えさせていただければと思っております。通信監視者NIB の島田と申します。今度22日の衆院選が終わったら、県民の関心はですね、来年の知事選がどうなるんだろうというところに関心が移っていくのかなというふうには思うんですけども、知事はこれまで、再三、できるだけ早くこうスタンスをはっきりさせたいということをお話をされてましたけども、今の時点で、お考えが、固まったのかそうでないのかお聞かせいただければと思います。知事選挙に関する私の考え方でありますが、未だ最終的な結論を出すには至ってないところであります。ことに今衆議院選挙の最中でありまして、今少し時間をいただいて、ただ私の任期も残り少なくなっておりますので、しかるべき時期にはなるべく早く結論を出していかなければいけないと考えているところであります。それでは各社の皆様から引き続きお願いします。どうぞ。読売新聞の松田と申します。今行われている衆院選でですね、ちょっと演説とか聞いてると県内の課題に対するですね、そういう論戦が少ないというふうに感じるんですけども、知事としてどういった論戦をですね、候補に臨まれるっていうのはありますか？国政で活躍される国会議員の皆様方を選ぶ選挙でありますので、国政の立場からさまざまな議論がなされるというのは当然そういった面が出てくるんではなかろうかと思っております。地域的な課題としてさまざまな課題があるのは事実でありますけれども、大きな争点になってないというような現状のことをおっしゃっておられるんではなかろうかと思いますけれども、私ども地方行政を預かる立場としては、地域のさまざまな課題等についてはこれまでも国会議員の皆様方に直接お訴えをし、またお力添えをいただいてきたところでありますので、引き続きそういった機会はしっかりとお持ちいただき、県政のためにお力添えをいただいてまいりたいと思っております。他にございませんか？どうぞ。
と申します。すみません、希望の党の小池さんについてなんですが、希望の党の小池さんについてなんですが、その地方分権を進めるというのを政策に挙げていまして、で、また一方でその東京から地方分権を進めるというふうにおっしゃっていると思うんですが、この考えについては知事はどのように感じていらっしゃいますでしょうか。地方分権についてはもうこれまでも地方の立場からいつも非常に大事な課題であるということで、国政に対しても要請要望活動を展開してきたところであります。権限と財源をいかにして地方に移していただいて、地方がそれぞれの立場で特性を生かしながら地域の発展に力を注げるような環境を作っていくかというのは非常に大きな課題であるとこう考えておりますので、地方分権のさらなる推進については強くこれからも国に求めていかなければいけないと思っておりまして、そうした考え方については賛成であります。他にございませんか。 NHK の馬場です。知事選なんですけれども、いまだその他の候補が出ていないという状況に関してはどう思っていらっしゃいますか。さあ、私の立場からそれがどういうものなのかというのはなかなか難しい、ご質問だろうと思いますけれども、やはり県政に対して意欲をお持ちの方々がこれからどうお考えになって、具体的な動きを示していらっしゃるのか、それは私の立場で今いろいろと申し上げるのは控えさせていただきたいと思います。候補者はたくさん出てきてほしいと思ってらっしゃいますか。自然体で、いいんじゃなかろうかとは思っておりますけど、自然体というのは出ていらっしゃる方々が手を挙げて出馬されるのもそれはそれで悪いことではないと思っております。で、なるべく早く結論を出さねばと先ほどおっしゃられたと思うんですが、かなり時間も迫ってますが、タイムリミットなどはお決めになってますか。例えば年内、タイムリミットは特に私自ら考えているところはありません。知事のおっしゃるなるべく早くというのはどんな時期を指していらっしゃるんでしょうか。なるべく早くという思いであります。他よろしいでしょうか。その衆院選で、一つ改憲がですね、憲法改正を、進める動きが、自民党はじめあるんですけども、希望の党も基本的な憲法改正には積極的な部分があると思うんですが、改めてちょっと改憲に関する知事のスタンスをちょっと確認させていただきたいんです。私はこれまでもこうした場で発言をさせていただいた機会がありましたけれども、憲法改正というのは国民の皆様方が必要に基づいてそれを改正をしていこうということであれば、当然ながら憲法改正というのはあり得る話だろうと思っております。知事に重ねて質問になるんですけど、知事が今、出馬するか否かというところでこう迷われておるのか、それとも何かこうそれを決断する上でこうポイントになっている部分、何に例えばその何を材料にして、出馬するか否かっていうのをこう今考えられて検討されている最中なのかっていうそのポイントになっている部分がもし差し支えなければ教えていただけないですか。やはりさまざまな課題が山積しているわけでありまして、これまで、2期仕事をさせていただいてそういった取り組みがどういうものであったのか、これからじゃあどういった可能性があるのかというのを十分考えながら
その辺の考え方をまとめていかなければいけないとこう思っているところであります。で、したがって、まあ、いろんなご評価もいただいて、いくでありましょうし、これからも自らが県政を担う形でいいのかどうかということを含めて、十分考えていかなければいけないと思ってきたところであります。それでは他にございますでしたら、これで定例会見を終了します。どうもありがとうございました。